はい、皆さんこんにちは、村長です。今、冒頭では新しい UJAM の Amber2、これとですね、シルクトを一緒に鳴らしました。鳴らしたんですけれども、今クリックしたこのトラック、これが Amber の入っているトラックです。でも、ここには全く MIDI は入っていません。今日は少しですね、高度な部分を勉強していきたいと思いますので、しっかり聞いてください。中級者以上の方でもですね、聞き逃さないようにしないとですね、頭がラーメンのようになってですね、だんだんわからなくなる場合があります。今、上の方にコード進行があります。これはあろうとなかろうと関係ありません。ですから、一旦消します。いろいろいらないものは消してしまいましょう。そして、UJAM Amber というのはコード進行が欲しいわけですけれども、今日お話しするのは前回お話ししましたプレイヤーモードとは違いまして、インストゥルメントモードです。はい、ここに出ています。そして画面にキースイッチのマップを表示しています。このマップはここにあるボタンで出したり消したりできるようになっています。ここにヒントがあります。インストゥルメントの時と、そしてプレイヤーモードの時は少し画面が違います。もちろん機能が違うからです。インストゥルメントモードでは普通のダウンストロークとかアップストロークとかミューティング、そしてスライド、そういうようなキースイッチがあります。そして一番重要なところはですね、トリガーのモード。D シャープと C シャープにあるところです。今こう動かしてますよね。このようにトリガーモードをオンにしておくと、右側のコードエリア、ここを押した瞬間に音が鳴ります。でもトリガーモードをオフにしておくと、はい、押しますけど音が鳴りません。もちろん和音を押しても鳴りません。ここまずしっかり把握してください。ポンと押しただけではならないわけです。そうしまして、ここに実際のコードがあります。ここには MIDI ポリッシャーが入っています。MIDI ポリッシャーはこういうような感じで必要な部分のところだけを通すようにセッティングしています。別に必ず MIDI ポリッシャーをルーティングさせる必要はないんですけれども、僕はたまたまこのようにしています。白い部分のところだけが音が鳴るようにしています。余計なところを鳴らさないためです。もう一つここにトラックがあります。このトラックはどういうことかというと、ここにはキースイッチだけが記録されたトラックがあります。このトラックとこのトラック2つで VG アンバーが鳴ってるということです。ここにシルクはありますが、これはたまたま鳴らしただけで、今日の主題な話には関係がありません。ですからこれはミュートしておきます。一旦これを消します。なんでこんな風に2つに分けてるかというとですね、キースイッチだけをレコーディングしたいわけです。ちょっとやってみましょう。ループは一旦外しておきます。そしてここにキースイッチだけのレコーディングをするんです。なぜかというと、右手と左手がとっても上手に押せる方、そういう方はこれでいいんですけれども、僕の場合鍵盤もなかなかおぼつかない程度です。ですからキースイッチだけを入れようとしているわけです。例えばキースイッチのこの音、今オレンジが光っていますよね。これはダウンストロークなんです。そしてこちらはアップストロークなんです。まずこれだけでレコーディングをしたいと思います。ちょっと下を開けます。はい。ここにクリック、メトロノームと、そしてプレロール、いわゆる1小節分だけ待つというふうにセッティングしています。こういうふうにセットした中でこれを始めたいと思います。では、録音を開始します。はい、このようにレコーディングしました。本当に簡単なアップとダウン、このようにしましたが、もちろんこれタイミングも必ずきれいに合っているわけではありません。ですからこれを選択しまして、そしてクオンタイズをします。これでですね、どんな風になったか、キースイッチとそして和音、これが同時に VG アンバーの方に流されるということになるわけです。ちょっとやってみましょう。こんな風に左手だけでストロークとかそういったものをどんどん変えていけるわけです。そして今スタジオ1の録音ではミックス録音というところに青いボタンがついています。ということはこれをもう一度録音をするとですね、緑のトラックが重ねて録音ができるということです。今弾かなかったような、例えばミューティング、これらをやったりとか、そしてこの3つの音は、はい、これ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 。これはですね、一番左がパームミュート。パームというのは手のひらでミューティングするということですね。そしてこれはハーフミューティング。そしてこれはオープン、全開ということです。これらを次は混ぜてみましょう。じゃあやってみます。最初はミュートから始めます。はい、こんな風に追加のキースイッチが入力できたということです。少し MIDI を上げますと、今やったのはこの上の方の部分ですね。ここが入力されたわけです。ですからこれをまたクオンタイズしましょう。タイミングがいいかはちょっと別にしまして、これで聴いてみます。今度は僕は弾いてるんじゃなくって、結果を聞くということです。全然センスのないミューティングですけれども、まあこういうことができます。また左の方の鍵盤にはですね、スライドとかそういったものもあるわけです。ですから今度はそれをちょっと部分的に入れてみたいと思います。レコーディング。こんな風になりました。今、音楽的にどうかというのはちょっと別の話です。もう一度聞いてみます。途中入れたぐらいの3小節から聞いてみましょう。ちょっとお遊びみたいな感じになっちゃいましたが、こういうふうなことがキースイッチで組み合わせができるわけです。ここにですね、アンバーの強力になったプリセットをロックなところから鳴らしてみましょう。ループをさせましていろんなものを変えてみたいと思います。半分ぐらいにしておきましょう。このようにできるわけです。これにいろんな楽器を足していくとですね、とっても面白い効果が出るんではないかと思われます。これで UJAM のドラムなんかを適当に入れてみて、このフレーズをチャッチャッと入れてみます。そして鳴らしてみましょう。ちょっとテンポを早めにしておきます。140。はい。本来はアコギのソフトなんですけれども、プリセットが多くなったことにより、ロック寄りな音楽とか全く違うジャンル、そういうものを表現できるようになったので、かなり幅広く利用できるんではないかなというふうに感じています。ただし、このインストゥルメントモードというのはですね、今やりましたように、いくら鍵盤が上手な人でもですね、このトラックにはまずコードを入れて、そしてこのトラックにはキースイッチだけを入れて、そしてやると、キースイッチだけをいつでも変えれますので、やり直しもしやすいですよね。こういうような工夫というのを思いつくようにしないとですね、DTM を研究して、そして自分のものにするというのには、大枠からマクロな部分までをしっかり研究してですね、アイデアを自分が考え出してソフトをうまく使う。こうなってくると音楽というのがだんだんデジタル化してきてですね、音楽のセンスが十分にあることも大事なんだけれども、 DTM のパソコンの知識、そしてルーティングのようにもう頭がごっちゃになってくるような、そういうようなものも MIDI の流れとかが頭の中で整理ができるようになってくると、僕のやり方が一番いいかどうかは別としましてですね、自分が新しいやり方を生み出せるというふうになってくるんではないかなと思います。ご自分のお使いになっている DAW、 これをですね使い倒してですね、どんどんグレードアップしていくように研究しましょう。今日はご視聴ありがとうございました。村長でした。